はいどうも、つるちゃんでございます。えー、今日は24字の法華経についてやっていきたいと思います。不経菩薩の解いた24文字の法華経のことと、法華経上不経菩薩本第20ですね。に、ここは有名ですね。ガー・ジン・キョと、 風観協万。小医者が尿道開業防殺道尊く差別と。これは十四文字、あれから二十四文字の補欠業ですね。とあると。う二十四文字のことですよと。で、我深く何時らを敬うと。私たちは、 あなたを敬いますよと。あえて、共慢せず。ゆえんはいかん。なぜならば、汝らと皆、菩薩の道を行じれば、まさに差別するからですよと、することをうべしと読むと。不協菩薩は、この、お、ガージン教尿等の、 24文字を持って、ビク、これは男の僧侶、ビクニというのは女の僧侶、ウバそソクといったら男の信者さん、ウバイといったら女の信者さんですね、の死繍を皆、礼拝三胆したと。しかし、24文字の法華経を聞く者は一人もなくと。 帰って、誹謗され、迫害された、ですね、されるが、さらに、礼拝三端を続け、ついに、成仏したんだと。誹謗した者は、逆にですね、誹謗した刺繍は、その罪により、先行という長い間、阿弥地獄の大苦悩を受け、 その罪を終,え終わってというのは、これ佐渡御所にも出てきますけれどもね、御ヒ筆チということですね、その罪すでに終,え終わって、また、不協菩薩の凶器に値、成仏できたというと、日蓮大聖人の解かれた南明法蓮華経の7文字の法華経と、不協菩薩の解いた24文字の法華経とは、発体においては、 相違があるが、共に法は下手仏法であることはあ同じであると。また、行者の位が共に文譜であり、どっこ逆縁の功徳で、えー、誹謗する者を、者をも救うという愚教の法規が同じであると。 音菊伝のに「下」にこの24文字の「と」「妙法」の語字は変われどもその「い」はこれ同じ24文字は「略」「法華経」なりとあるとこういうことですね。 チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。すでに登録してくださっている皆様、ありがとうございます。では、また次回の動画でお会いしましょう。